ブトキシエタノールは化学式ブーフハニ H4O で表される有機化合物である。無色の液体でグリコールエーテル類に属するため甘いエーテルのような匂いがありエチレングリコールのブチルエーテルである。海面活作用があるので比較的不揮発性で安価な溶剤として多くの家庭用及び工業製品に使用されている。呼吸器を刺激することが知られていて急性毒性を示す。 可能性があるが、動物実験では変異原性は認められておらず、人に対する発言性物質であることを示唆する研究はない。ポルトガルで実施された13の教室の大気汚染物質の研究は、鼻詰まり率の増加と統計的に有意な関連を報告した。また、この研究は、肥満ぜ息のリスクが高く、子供の BMI が増加する。 統計的優位性のレベルを下回る性の相関も報告した。2. ブトキシエタノールは通常、触媒の存在下でのブタノールとエチレンオキシドのエトキシル化反応、またはブタノールと2、クロロエタノールのエーテル化の2つのプロセスで得られる。実験室では、3塩化放素で2プロピルマイナス1、三ジオキソランの開感を行うことにより得られる。多くの場合、 パワー反応器でエチレングリコールとブチルアルデヒドをパラジウム炭素と組み合わせることによって工業的に製造される。2006年ヨーロッパでのブチルグリコールエーテルの生産量は181キロトンで、そのうち約 50%90 キロトン A ガニブトキシエタノールであった。世界の生産量は200から500キロトン A と推定されており、 そのうち75%が塗料とコーティングで18%が金属クリーナーと家庭用クリーナーである。アメリカ合衆国ではこの化合物は年間1億ポンド以上も生産されているため、高生産量化学物質とみなされている。2. ブトキシエタノールは適度な海面活性剤特性を持つクリコールエーテルであるとして使用できる。 1930年代から使用されているグリコールエーテルは水溶性物質と素水性物質の両方を溶解する溶媒である。グリコールエーテルはアルコールとエーテルの2つの部分からなる。アルコールの性質に応じてこのクラスの分子はエチレンとプロピレンに対応する E シリーズと P シリーズの2つのグループに分けることができる。グリコールエーテルは 溶解性、可燃性、揮発性などの特定の目的のために選択される。2. ブトキシエタノールは、塗料や表面コーティング、および洗浄剤やインクの溶剤である。2. ブトキシエタノールを含む製品には次のようなものがある。アクリル樹脂配合物、アスファルトリ系剤、消化剤、皮保護剤、油流出分散剤、グリース除去剤、写真ストリップ溶液。 ホワイトボードクリーナー、液体石鹸、化粧品、ドライ洗浄液、ラッカー、ワニス、除草剤、ラテックス塗料、エナメル、印刷ペースト、ワニス除去剤、及びシリコーンコーキング。この化合物を含む製品は、建設現場、自動車修理店、印刷所、及び滅菌及び洗浄製品を製造する施設で、一般的に見られる。それは、多くの家庭用。 商業用及び工業用洗浄液の主成分である。分子には、非極性と極性の両方の末端があるため、ブトキシエタノールは、グリースやオイルなどの極性物質と非極性物質の両方を除去するのに役立つ。また、抗菌剤、消耗剤、安定剤、接着剤などの直接的及び間接的な食品添加物として使用することも、 米国 FDA によって承認されている。2. ブトキシエタノールは、その海面活性剤特性のために、一般的に、石油産業向けに生産されている。石油屈作業界では、水圧ベースと油ベースの水圧破砕の両方で、2. ブトキシエタノールは、破砕流体、屈作安定剤、油膜分散剤の成分である。液体が、油性に送り込まれると、 破砕流体は極圧となっていて、2. ブトキシエタノールはその表面張力を下げるために使われる。海面活性剤として、2. ブトキシエタノールは破砕物の油水海面に吸着される。この化合物は凝固を防ぐことによってガスの放出を促進するためにも使用される。また、より一般的な油性の回収のための原油水、カップリング溶剤としても使用される。 海面活性剤の特性により、2010年、メキシコ湾原油流出事故の余波で広く使用された、油流出分散剤、コレキシッツ9527の主成分である。2、ブトキシエタノールの急性毒性は低く、ラットの LD50 は 2.5g、kg である。米国国家毒性プログラムによる実験室試験では、高濃度の2、 ブトキシエタノールへの持続的な暴露のみが、動物に、副腎腫瘍を引き起こす、可能性があることが示されている。米国産業衛生専門家会議は午後20時で、あり、周期式位置の 0.4ppm をはるかに、上回っている。2、ブトキシエタノール、または代謝物の2、ブトキシ作酸の血中、または、尿中濃度は、 クロマトグラフィー技術を使用して測定できる。米国の従業員のシフト終了時の尿検体では、クレアチニン1ムあたり2 0 0ラムのに、ブトキシサクサンの生物学的曝露指数が確立されている。二ブトキシエタノールとその代謝物は、人の男性で約30時間後に尿中で検出できないレベルに低下する。高レベルのに ブトキシエタノールに暴露された人以外の哺乳動物で、有害な影響が観察されている。実験用ラットの一種である妊娠中のフィッシャー344ラット、およびニュージーランドの白ウサギを様々な容量のに、ブトキシエタノールに暴露した研究で、発達への影響が見られた。100ppm および 200ppm の暴露で、骨格欠損のある。 同腹語数の統計的に優位な増加が観察された。さらに、2、ブットキシエタノールは母体の体重、子宮の重量、および総インプラント数の優位な減少と関連していた。2、ブットキシエタノールは哺乳類ではアルコールデヒドロゲナーゼによって代謝される。神経学的影響は、2、ブットキシエタノールに曝露された動物でも観察されている。 523ppm および 867ppm の濃度のに、ブトキシエタノールに暴露されたフィッシャー344ラットには協調性の低下が見られる。オスウサギは 400ppm のに、ブトキシエタノールに2日間暴露した後、運動協調と平行の喪失を示した。飲料水中のに、ブトキシエタノールに暴露した場合、F344、 N ラットと B63 回1マウスの両方が負の影響を示した。2種の曝露範囲は 70mgkg 体重、日から 1300mgkg 体重、日であった。両方の種で体重と水の消費量の減少が見られた。ラットでは、赤血玉数と強腺重量が減少し、肝臓、脾臓、骨髄に病変が見られた。 カナダ環境省は、1999年カナダ環境保護法 CEPA のスケジュール1-2に、ブトキシエタノールを追加することを推奨した。これらの規制の下では、2、ブトキシエタノールを含む製品は特定の濃度未満に希釈される。ユーザーが必要な希釈を行うものだけが、それをラベリング情報に含める必要がある。2、ブトキシエタノールは、 カリフォルニア州で危険物質としてリストされており、州は8時間の平均空中濃度曝露限度を午後25時に設定しており、カリフォルニア州では雇用主は従業員が作業するときに通知する必要がある。2、ブトキシエタノールは食品医薬品局によって以下のことが承認されている抗菌剤、消耗剤、安定剤、接着剤の成分として使用するための 間接的及び直接的な食品添加物、果物と野菜の洗浄、または皮むきを助けるために使用することもできる及び食品の包装、輸送、及び保管に使用することを目的とした物品の構成要素として安全に使用できる。1994年に国連の特別な毒性表示が必要な物質の リストから削除され、その後米国科学評議会からの請願があった後、2004年に米国環境保護庁の有害大気汚染物質のリストからにブトキシエタノールが削除された。通常使用されるにブトキシエタノールを含む製品の安全性は業界団体である米国科学評議会及び石鹸洗剤協会によって擁護されている。ありがとうございます。